弟子の畑と決勝乗れるということが嬉しいですね。最近のこの調子の良さっていうのを自身でどのように捉えてらっしゃいますか？練習環境もありますし、あとは長年の経験で何をすべきかとかいうことも分かってきたんで、そこが結果につながってるかなと思います。疲れの方はないですね。はい、弟子の畑君と決勝戦は決めたいと思います。頑張ります。